どうも、梶ヶ谷拓哉です。今日は皆さんにですね、USB フラッシュメモリーに、写真とか動画をバックアップ取る方法を紹介したいと思います。iPhone の、最新機能として、iOS 13なんですね、最新機能として、USB フラッシュメモリーにデータを移せるって機能がついたんですよ、 iPhone からという機能を使いまして、写真動画って、まあ、今のところですね、パソコンに、まあ、バックアップを取るか、クラウドにバックアップを取るかとかっていう形なんですけど、ちょっと、まあ、慣れてない方は不安だったりとかですね、あと時間がかかったりとかするので、もう直接この USB フラッシュメモリーに入れられれば、かなり速度が速く写ってますし、もう実感としてここに入ってるっていう感じが、また安心すると思いますので、ぜひこの方法を覚えていただければいいかなと思います。で、この方法を、まあ、使うのにあたってですね、必要となるものなんですけれども、このライトニングのこの差し込み口、まあ、iPhone 側にこれを挿すんですけど、この差し込み口プラス、こっちの差し込み口側なんですけど、2種類実は販売されてまして、この、まあ、USB のこの長方形のタイプですね、これを差し込んで、プラスライトニングを差し込んで、充電しながらこっちの長方形の方を、使うっていうこのアダプタと、もうこの USB を差し込むだけというアダプタがあります。この2種類あります実は。で、今回はですね、この充電 しながら、この長方形に差し込むというこのアダプターじゃないと、この USB フラッシュメモリーこれ使えませんので、なので、これを持ってる方は、これだけではできませんので、注意してください。で、ちなみになんで使えないかっていうと、USB フラッシュメモリーっていうのはこれだけで電気を使うんですね、電力を使うので、なので、iPhone からのこう、まあ、給電、この来る電気が、これだけだと不足してしまうので、プラス充電しながらやらないといけないということになっています。で、実際に今、まあ、これ用意されてますので、この USB フラッシュメモリを、ここのところに差し込みまして、さらに、もう一つの方に、これですね、電源つながってるライトニングケーブル、 iPhone の充電ケーブルを差し込みます。で、ここを iPhone につなげます。これで、USB フラッシュメモリのデータを、読んだりとかですね、こっちに書いたりとかっていうことができますので、これで設定完了です。ちなみにこの USB フラッシュメモリが実際にちゃんとつながってるかどうかを確認するのは、どういうふうにすればいいかというと、このファイルアプリですね、ファイルアプリを押しまして、この並びですね、ファイルアプリの、この並びの中に、このデータって書いてあるこれがあるんですけど、それはこのデータっていうこの USB フラッシュメモリの名前なんですけど、これはまあ皆さん名前それぞれ違うと思いますので、なんかこうノーネームみたいな感じの、こう名前何も書いてないよみたいな、ノータイトルみたいな、こういう人もいれば、なんかこう何かしらのこの製品名が書いたりとかする場合もあると思うんですけど、このなんか丸から3本こう線が出てるこのマークのところがこれ USB フラッシュメモリだよと。ちなみにこれ抜くとどうなるかっていうと、ちょっと一回取りますね。抜くとさっきの項目が出てないです。わかりますかね。さっきデータってあったと思うんですけど、データがなくて、これつなげると、データって項目が出ました。なので、これで USB フラッシュメモリが、まあ、繋がっているかどうかを確認するのに、この方法を使うといいかなと思います。今ちょっとやったんですけど、中にデータとか入ってる場合は、これ基本的には履歴から全部消した状態で挿すとか抜くとかってした方がいいと思います。まあ、最悪ですね、中のデータが消えてしまうっていう可能性があるので、書き込み中とかにやると消えてしまう可能性があるので、まあ、一応ですね、念のため履歴からファイルのアプリを消した状態で、挿したりとか抜いたりとかする方がいいかなと思います。で、ちなみに今回はですね、さっきも話したんですけど、写真とか動画を、この USB フラッシュメモリに移したいと思いますので、その手順を紹介したいと思います。まずはですね、写真アプリを開きます。で、この中で、まあ、今この中にある項目全部コピーしたいなと思ったら、ちなみにこの右上の選択ボタンを押して、1個ずつ選択する方法もあるんですけど、これだと時間かかるので、なぞると全部なぞった範囲が選択できますので、この方法を使うといいかなと思います。で、これコツとしては縦になぞるとスクロールしちゃうんですよ。
横になぞった後に縦になぞるとこういうふうに選択項目が上下に移動しますので、コツとしては一回横に行ってから上か下に行くといいと思います。で、まあ、これとりあえず全部これをコピーしたいよと、バックアップ取っておきたいよというふうなことだとしてですね、このチェックがついた状態で左下のこの四角と上向き矢印を押します。で、この出てきた項目の下の方に、ファイルに保存というこれですね、ファイルに保存という部分がありますので、これを押します。で、こんな感じで、どこに保存しますかというふうに出てきますので、今回はですね、この iPhone 内 iCloud Drive データとありますので、このデータを選択します。で、このデータはさっきも言ったんですけど、この USB フラッシュメモリですね。で、右上の保存を押します。そうすると項目をデータに保存中という形で、一回これで終了しました。で、実際にこのファイルアプリを開きまして、さっきのデータを開きます。そうするとどうなってるかっていうと、こういうふうにさっき僕が撮った写真が、来てます、このデータの方に。なのでこの方法を使って、写真から、動画写真を、選択して USB フラッシュメモリに書き込むと、コピーができます。データを写すんじゃなくて iPhone 内にも残ってるプラス、このこっちの方にも、コピーができますので、この感じでやっていくとどんどんこう目に見えてこの中に入ってるなっていう状態で保存ができますので、すごく便利な機能かなと思います。こんな感じでですね、この今回のテクニックが終了するんですけれども、現在ですね、この超すごい iPhone という本がですね、好評発売中になっております。で、よろしければこれ全国の書店とかですね、ネットショッピングでご購入いただけますので、こちらもぜひご購入いただけると幸いでございます。で、今回の動画を見てですね、一つでもいいなという部分がありましたら、ぜひこの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。こんな感じですね、かじがや電気店の方では iPhone とか家電製品全般の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。